はい、こういう順位になりました。お、はい、10位フェルミナ、9位アナベル、8位エイミー、7位マイティ、そして、6位がトゥーバという結果になりました。フェルミナがね、結構こう、ね、大健闘で、ね、割と6位から9位は昔からいるキャラなんですけど、うんうん、フェルミナは12月に出たばっかりですよ、キャラでよく伸びたな。そうですね、はい、なんか今の口調からすると、あの田村さんはこのあの自分が仕事になる前からアナデンちょいちょいプレイしてた感ありますか？あ、それはもちろん、あのリリース開始日よりも前のベータテストから僕は。え、はい、それ仕事じゃないんですよ。まあ、いろいろと、あ、そう、昨年4月にリリースしたんですけど、3月にクローズドベータテストっていうのがありまして、はいはい、それでツイッターで募集したんですけど、はい、あの全然意図せず、あのこの田村総一に入ってました。意図せず、意図せず、で別にあの、いや本当に意図せず入ってて、はい、そのプレイしてもらったんですよ、ええ、そう、実はちょっとね、なんか触ってもらいたいものがあるんだよねって言ったら、いや実は CBT 当たってるんで、もう、当たるも何も、そうそう、まあ、すげえなと思って。へー、リリース後もずっとプレイされてましたよね。はい、もうずっと初日からやってます。はい、じゃ、その初日からプレイしてたゲームのディレクターに自分がなるって、あ、プロデューサー、だいぶプロデューサーに、はい、不思議な気持ちです、ね、いやもう聞いたことないですよ。田村さんがずっとやってらっしゃったね、うん、やってるのは知ってたけど、まさかそんな形で、はい、田村さんがいなくなって自分がその位置に座んなきゃいけないのは、まさかね、そんな視点ではやっていないので。あ、ですよね、ユーザーとして最初の顔合わせでなんかすごい細かいところのバランス、ここ直してほしいんだけどみたいな。え、いきなりそれ言われた覚えがある。はい、はい、そうですね、かもしれない。最初の顔合わせで超バランス中なんですバランス中、そう、数字とかね、そういったところすげえ細かくて、ね、はい、すごいですね。でもすごいバランスの方見てもらったりとか。そうですね、はい、あー、すごい、もう田村トライ総一って言われてます。ミドルネームミドルネームトライです。トライ、はい、じゃあそれではここからトップ5いきましょうか。ではいきますね、はい、トップ5、まず5位はこちら、イスカ。おー、はい、思わず今さくらさんおーって声が漏れましたけれども、はい、いや、実は私もイスカ投票したので。え、あ、投票したの？ちょっと待って、なんで言う側ばっかなの？作る側の人じゃないの？いや、もう 大ファンなので。大ファンなので。あ、そうです、はい、あ、ありがとうございます。まあ、やっぱ太ももですかね。いやいや、まあ太ももはありますね。太ももね、太ももはあります。アナザースタイルもありますし、まあでもお話の方でもかなり、うんうん、わかる、最高って言われてるんですけど、はい、たださくらさん、それ自分のキャラには投票したりしないんですか？あ、いや、でも しましたよ。あ、そうなんだ。それは最強投票できるので、それは最投票、はい、まあ、納得の5位、はい、全員はちょっと、あの、私割と人数が多いのでできなかったんですけど、はい、はい、うん、入れましたよ、ちゃんと。ちゃんとそこら辺も入れた上で自分の趣味で入れた一票がここに生かせれている、はい、あ、嬉しいです、はい、じゃあ次行きましょう。4位、4位はこちら、はい、シュゼット。ゼット。はい。ゼット会。ゼット。トライゼット来ました。はい。トライさんとかゼット会とか、そんなの。ちょっと教育系の話が放送になってるな。いや、これは俺の初星5の人とかいらっしゃいますね。ああ、確かに。まあ、初期から大人気でしたね。そうですね。うん、ちなみに、あの、田村さんは、はい、こうなんか、それこそ初期、なんですか、初期勢として、あ、こんなとこがポイントだよ、シュゼット。個人的なことを言うと、すごい、こう出会いをしたんですけど、シュゼットは来てくれなかったんですね、一番最初。すごい出会いをいっぱいいっぱい頑張って、他のキャラはみんな出たのにシュゼットだけ来てくれないっていう、うん、なかなかそういう個人的な思い出はあるんです。思いはね、全くプロデューサー的に分析していかないですね。物欲センサーが働いてたんですかね、かもしれないですね。さあ、もうグリーンの最新性能的にはすごく強いキャラで、うん、最初はその全体攻撃が強いキャラだったんですけど、うん、アナザースタイルっていう、こうちょっと和服な、和装な感じをした別スタイルが出てきていて、うん、まあ、それもこう強いというか、その、まあ、全体に対してこう、まあ、単体、アナザースタイルはその単体攻撃がすごい強いっていう、うん、はい、まあ、差別化を図って出したことで、まあ、皆さんにもご好評いただいているっていう、はい、まあ、異常に強いからね、あれ。言葉濁してたけど、異常に強いからね。田村さんがこうプロデューサーの立場に立った時よりもユーザー側に立った時の方が発言が生き生きしてますすごい感じますね。じゃあ続いていきましょうか、第3位。はい、3位はこちら、フィーネ。おお、ここでこれは妹来た、フィーネか、うん、これメインキャラが上の方に来るとかって、なんか意外にキャラが多いやつだとそんななかったりしますよね。意外にそうですね、結構珍しいですかね、はい、うん、いや、途中までやっぱりフィーネちょっともうちょい下の方だったんですよ、うん、これが
急激に票を伸ばして、うん、3位までこう上がってくる、ね、急にもう本当に開発チームもちょっと意外な、うん、はい、意外だなという反応、そうですね、はい、めっちゃ星5星5星5言われた、ね、星4で結構十分強いという、うんうん、あの最後の変身をまだ残している、はい、いいねさえいれば割とメインストーリー進めてしまうぐらい強いですね、うん、はい、天使の歌が、ああ、そうですね、はい、属性耐性30パープっていうのがすごく強くて、はい、配布攻略をしている人にはすごく使われている、うん、はい、キャラです。このフィーネが3位で、ではじゃああと2位1位はどうなるのか。いやパルシファル、パルシファル王かな。池王子。本当に高さがもうユーザー側になったら。じゃあ続いていきましょう。パルシファル王星がすごいですね。第2位はこちら。はい、なんと、はい、アルド。主人公がちゃんと入るゲーム。うんうん、いやー主人公頑張ってるね。嬉しいですね、うん、でも本当に、うん、アプレさんこれは嬉しい、嬉しいですね、やっぱりみんなで、ね、ずっと頑張って作ってきたキャラクターというか、はい、愛しているキャラクターでもあるので、うん、開発でも、うん、なかなかこの手のゲームで主人公が愛されてね、出てくるゲームって少ないと思うんですよ、うん、その主人公って色ってつけにくいじゃないですか、確かにゲーム的に、うん、ああそうか、自分で操作しちゃいますからね。そうですね、うん、やっぱ感情移入できる、うん、そのちゃんと自分を出してるキャラクターっていうのはなかなかいなくて、うん、そうですね、やっぱりこれ面白いのは、うん、女性票だとアルドは1位っていう、そう、ああそうなんだ、はい、あなるほどね、なるほどね、はい、なんでやっぱ、うん、アルドのキャラクター性が受けている、うんうんうん、男はそこまでじゃないの、やっぱみんないろんな女キャラにモテちゃうから。でも男性でも高めで、まあ、男性でも高め、でもそうですね、はい、結構高い、はいはい、なるほどね、うん、はい、じゃあその2位を今の分析を踏まえると1位はこうなったというのはどう受け止められるのか、はい、いきましょう、総合トップ1、まあ、ロキドか、はい、みんな大好き、人気ですからね、はい、正解はって正解とかじゃない、もうロキドくらいしか残ってないからな。1位はこちら、はい、ありがとうございました、ね、最強ヒーラーマリエルね、はい、まあ、お世話になってる方が多い。そうですね、そうですね、うん、これは、まあ、もちろんキャラクターも可愛いし、うん、キャラクエでもすごく可愛らしい部分もあるんですけど、うん、何より強いっていう、頼りになるっていう部分がやはり一番たくさんの皆さんにこう刺さったというところでしょう、うん、はい、あと猫キャラっていうのもありますか。ああそうですね、作品的にも、ね、猫重要、猫重視してるタイトルですけど、うん、まあ、マリエルも猫好きで、そうですね、キャラクエも出てきて、出てきてるんですね、ニャーニャーって、ニャーニャーって、なんかもうみんな可愛いとかじゃなくて、なんかめっちゃお世話になってるっていう先輩とか取引先に対する、はい、次々出てきてますね、うん、はい、今はそんなことないけど、そのリリース当初はもうマリエルがいないとスタートできないみたいな言われてましたね、はい、星5ヒーラーが当時マリエルしかいなかったので、うん、さてことで総合トップ10が発表されて、はい、でこの総合トップ10なんですけど、どうですか、意外だったんですか、それともなんか、まあ、まあ順当だよねっていう気持ち、まあ上位は順当では順当なんですけど、2位3位にアルドとフィーネが来たのはすごく意外だったというか、まあやっぱそのシュゼットとかイスカの方が最初人気だった、そうですね、実際途中まで、はい、票が張っていたので、うんうん、そこをまさかストーリーキャラがこうひっくり返しに来るとは思っていなくて、うん、そこはだいぶびっくりしましたね、うん、嬉しい順当だろうなというふうに言われているのと、そうです、あとなんか性能人気とこうキャラクター性人気でいうと割と性能人気ちょっと重視だったかなみたいな、そうですね、マリエルはだいぶ性能、まあ、両方かなという気はしますね、やっぱそこを2つ合わさってゲームキャラクターということで、うん、総合的にですかね、はい、うん、で今11位から20位までを見せてくださいみたいな人がいたんですけど、はい、その辺は最終的にゲーム内で発表予定なんですけど、今日は特別賞をここにいくつか選んでいるということですので、これじゃあまとめてありますので見ていただきましょう、どうぞ、はい、はい、こんなのこういうことになったんですけど、はい、なんで無言なんですか、どう言えばいい、が決めた田村さんの方がね、一応なんかこうちょっとそのままだと面白くないかなと思って、はい、特別枠を用意してみたんですけど、男性支持高めっていうのは男性にはすごく受けているけど女性にはそこまででもないみたいな、男性支持率が高い、うん、で倫理ってちょっと意外かもしれないんですけど、まあ先とかあざみとかが準ずるぐらいで入っていて、まあ、そうすると結構納得かなという
感じですね。なるほど。でメロも女性人気はすごいけど男性人気はそれほどでもない、はい、まあまあ想定通りは想定通り、うん、はい、そうですね。セバスチャンはまあ可愛らしいし NPC 部門では、はい、1位ということで、まあ、かなりキャラ立ってるからね。そうですね、はい、エリナとかはあの開発チームでもうちょっと人気投票みたいなことをやったんですけど、あのユーザーの皆さんの人気投票結果と一番違ったのはメリーなのかな。かなり上位という。なんで開発チームで人気あるんですかね。なんででしょうね。結構僕はメリーナは自分でもこだわってたので好きなんですけど、はい、うん、あのエクサ先生が好きなんで、まあ、エクサ先生も好きですね。、うん、まあ、あとそうですね、開発チームには、まあ、結構やっぱ苦労したという部分もあって好きな人メンバーが多いのかなっていう、うん、手がかかった。あ、そうですね、そうだ、あれ等身変わったからいろいろそのモデル変えなきゃいけない、変えたりとか、あとその結構この後の話にもあると思うんですけど、うん、まあね、キャラモデルがいろいろ苦労してたりとか。え、その後にそんな話が聞けるの。ちょっとこの後のパート。あ、そうですね、はい、トらしいのがうまいんじゃないかな。そして、あとは2系。あ、2系ですね、うん、もちろんあの、はい、ミンユとカシエルは星5に昇格したのもあるんですけど、うん、その時点に来てるのが今2系で、これも、さくらさんは人気キャラばっかり。あ、いやいやいや、そうですね、いやもうね、さくらかおるが人気だ。違う、キャラクターが魅力的なので、はい、ありがとうございます。